はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、超限定、モスバーガーユニトロボーンです。はい、もう包み紙の状態からモスバーガー感半端ないんだけど、これはユニトロボーンを2000円以上買うと、先着でもらえるキャンペーンが4月22日に始まって、同時にスーパーカーステーキとかが発売されましたから、この辺のアイテムを買うともらえるよっていう。ハンバーガーっていうと、過去にブルドーザーバーガーも発売しておりますので、この辺のリカラーってことなのかなではレビューしましょう。でもね、キャンペーンページに 新規造形っっぽいいんんんだよななちゃんとモスバーガーガのの店員さんの帽子をかぶってるみたいなすげえ <laughs> すげえキャンペーンでここまで、これ配布だからね。配布のアイテムでここまで世界観表現されてるの、なかなかなくない。なので僕最初、モスバーガーで配布されるのかと思った。で、モスバーガー的な赤いテープも貼ってあって、中身を 取り出すと、ハンバーガー出てきた待って、全然違うじゃん発売済みのハンバーガーのユニトロボーンと。監修が入ってるだけあって、焼き目とかのこだわりがすごい。これはいわゆるモスバーガーのモスバーガーかなあチーズ入ってるから、モスチーズバーガーか。のユニトロボが入ってて、はい、全体をぐるっ と、見回すとこうで、でも分割線の入り方からすると、リカラーじゃなくて、リデコ、あ、でもリデコって言っていい全く違うんだが、トマトとかさ、パティの造形自体が新しく、やっぱ新規造形っぽいなで、モスバーガーのロゴが入ってて、もうここ押しちゃおう。押すと、 あ、出てきたあ、待って待って待って、やっぱ違う。どうなってるどうなってるほら、全然違う。ギミック自体は同じなんだけど、モスバーガーの店員さんの新規造形の頭部になってるユニトロボンらしく音符の目があって、で、モスバーガーの M マークからの帽子、めっちゃ可愛いっすね。普通に1個1000円相当ぐらいの アイテムですよね。で、モスバーガーロボを作ろうっていうふうに公式にいろんな合体ロボが載っておりますが、まずは、これが一番しっくりくるはず。これ通常は、腕をこうやって戻すじゃん。で、ここもこう戻してあげて、足くっつけて、どうだったっけこっちか。こうで、ほら、ダンプカーに戻って、この状態からハンバーガーが合体することで、 ロボ状態に変形するんだけど、ユニトロボーンで合体ほらで、離そう一気に展開して、で、足伸ばす。あ、待って派手つった。足伸ばす。で、ハの字にする腕を持ってきて、はい、これで、モスバーガーブルドーザーが完成と。てか待って、僕ダンプって言ってたブルドーザーとモスバーガーが合体ね。めっちゃ顔変わるじゃん。ほら。 こうっすよ。全然、こっちの方がいいっすよね。ほらー、めっちゃ可愛くなる。はい、このような、合体ロボ状態とか、ユニットロボンに変形することもできるし、これ、企業ロゴが入るのも、土正面に来るから、最高に合うね。で、こうだったりとか、あとは、こうしてサイトには、モスバーガーロボの一例として、 ロブスターのこの状態から、こう合体して、で、あ、これでいいのか。あ、これもう完成だ。あ <laughs> でも悪くない。要はこれを正面として持ってくる。普段はこうじゃん、正面。なんだけど、こっちを正面にして、モスバーガーロブスターが完成。で、その他には、アイスクリームのヘリコプター頭部。これね、 ここがこう閉まるとアイスクリームになってて、あとは変形をこのようにパタパタとやっていくと、ヘリコプターが出来上がるわけだけれども、これにユニトロボーンで合体で、<laughs> 正面になるほどね。で、あとはここ変形してあげて、 こうしてあげれば、一応これも公式のおすすめ合体のモスバーガーヘリコプターっすね。面白ー。正面にハンバーガーが来るだけで、いろんなユニトロボーンと楽しみますね。え、じゃあ他には、まあ、でもなんで、やっぱでも出かけがいいのか。ツリーに、はい、はい、こんな風に、ちょっとでもここまで行くと。 強引な <laughs>、強引なクリーチャー感出ちゃうけど、あとは、ドラゴンとかは、ここにさ、ハンバーガーが、あ、これも悪くないじゃん。これも悪くないよ。ちゃんとさら、ほら、前足、後ろ足があって、ドラゴンの正面に、モスバーガーくんが、来てると。でも最近ミニ系のユニットロボンは発売されないね。消しゴムと、ガッタイで、 これはほぼほぼ、ほぼほぼあんまり、<laughs> 形を、形をなしてない。出かけがやっぱいいのか。ダンプもいいんじゃないのこういうような4本足プラスモスバーガーがはまってる状態だったり、サイズ的には歌蔵と同じぐらい。歌蔵が変形するやつとか出てほしいですよね。あとは救急車と合体とかどう あ、でも合体したところでっていう風なやつなので。まあ、やっぱロブスターとか、アイスクリームとかヘリコプターか。ヘリコプターとか、そのあたりが一番しっくりくるかな。あとは、一番定番なところでブルドーザーとの合体が、基本はね、ここハンバーガーなんで、かなりしっくりくると思います。これモスバーガーロボ感、半端ないっすもんね。これは面白い。こういう、 これキャンペーンしかも限定アイテムですから、もう先着が始まって数日経っておりますので、まだもらえるかどうかわかりませんけど、とりあえずハイフアイテムとしてはとんでもないクオリティになっておりますので、ロボの顔とかも新規造形でめちゃくちゃ可愛いので、ユニットロボン集めてる方は、この機会に欲しかったものをお値段にするか買うチャンスなんじゃないかなと。包み紙も世界観、しっかり表して、 最高でしたね。では、このキャンペーンページを貼っておきます。以上、ユニトロボ・モスバーガーキャンペーンのユニトロボ・モスバーガーの紹介でした。